はい、おはようございます。ラスカルでございます。はい、ということで、改めておはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、アスカフーズさんという会社さんからですね、めちゃめちゃ美味しそうな商品を発見いたしまして、今回は大量に購入させていただきました。それがね、このネバットイカのっけっていう商品なんですけど、これがね、この小辛ってやつとユッケ、あとまあイカそうめん、このね、3種があるんですけど、これをね、今日はご飯に大量に乗っけてね、もうどでかいネバネバ丼にしようかと思っております。まあ、今回はね、乗っけるだけなんで、料理っていう料理はしないんですけど、ちょっとね、丼をこれから作っていきます。はい、まずは、今日使う器、こちらでございます。今回も重たい一升のご飯を用意してありますんで、これをはいと熱い、いやいやいや、はい、本日もね、綺麗にお米が炊けております。やっぱ炊きたてのお米ってうまそうだな。よし、こんな感じかな。お米はこんな感じで、まずはこのイカそうめんから。でね、オクラとイカと、それにこの肝醤油と鰹節がついてます。まずはこのオクラゾーンから攻めてって、ちょっとね、まだね、オクラがね、解凍しきれてないですねまあいっか。で、この横にイカそうめんのイカを、続いてはこちらのユッケ味ですね。こうですよね、これこうこうして、ユッケイカを、よいしょ、うまそうこれ。あ、これ絶対うまいやつじゃん。で、これが3種目、最後ですね。小辛ってやつでございます。ここに、オクラ。全然凍ってるな、オクラ。で、最後に、この小辛のイカを。これで、この商品についてる、この、イカの肝醤油。こちらもね、かけていきます。で、今、醤油がかけ終わったので、こちらの鰹節も。別で用意したね、納豆も入れていきますね。これ最後にこの卵黄をペッと、いえ、特製のね、今丼が完成いたしましたので、向こうの方で食べていきます。はい、ということでね、今丼の方が完成いたしまして、こちらの部屋に移ってまいりました。うまそう、たまらん、ネバネバ系。早速いただいちゃいましょうか。いただきます。とりあえずこのイカそうめんとオクラの部分から、いやった、うまっ、うん、シンプルでいいわ、ここの部分。この商品ね、ネットから購入してるんですけど、まあ冷凍で届くんですよね。でも、イカがね、もうねっとりとしてて甘くて、鮮度がそのまんまっていうか、めっちゃうまい。あとは、僕のね、このオクラの解凍、見誤ったせいで、ちょっと凍ってるけどね。ちょっとね、ここの次、小辛、小辛の部分もいってみましょう。ほい、うん、うまそう。なるほどね。このね、小辛の味がね、ケジャンとかわかるかな、韓国とかの料理の、あんな感じの味付け。まあ、醤油と、ちょっとピリッとした風味と、めちゃめちゃご飯が進みます。うん。うまい。これ今日も一生すぐなくなるな。
この納豆一緒に、うん、ネバネバうまい、うまいよ、うん、やっぱネバネバっていいっすね食が進むわ。ちょっと今日も汁物にカップラーメンを作ってきましたのであっちいいねー、うまいねあったい、そしたら続いてこのユッケ、よユッケもいってみましょうか。あ、ユッケだ。うん。これご飯が進む。なんかごま油の風味と、まあ色から見ても味からしても多分だけど、卵黄かな、あえてんだろうけど、これがね、まろやかなんだよね。でも、味はね、結構濃い。うん。うまいわ。で、イカとか、まあオクラもね、もちろん美味しいんですけど、かけた肝醤油。これがね、かなり効いてますね。肝の風味が加わって、味がね、めちゃめちゃうまくなってる。さらに上がってる。うん。普通にこの肝醤油だけ買ってお家で使いたいもん。これ夏とか暑い時期になってきたら、大葉とかね、みょうがをあえたりしたら絶対美味しいと思いますね。食欲ない日でもサラサラっといきます。うん。ちょっと下のご飯にね、醤油がついてないので、肝醤油がちょっともうないんで、普通のお醤油を上から追加で。で、ちょっとこの一味かけたいんですよね。上の部分だけ少しかけさせていただいて。よいしょ。うん。普通の醤油でももちろん美味しいんですけど、やっぱ全然違うわ。うわ、肝醤油欲しい。買いたい。ちょっとやっぱり上からね、こうやってどうしても切り崩しているので、具材がね、多く取っちゃって、ちょっとね、白いご飯が多くなってきたので、少々お待ちください。いいよ。ちょっと生卵を持ってきたので、これ入れちゃいましょう。はい。うい。やったー。
ここにお醤油をまた追加で垂らして、ちょっとツルツルとヌルヌルのコラボレーションでうわうまそう。いいよ、うわ。うまい。うまいね。スルスル入っちゃうねこれ。カップラーメン終わり。今日もしっかり飲んでいきます。うめえ。今日もね、出てきちゃいました。このイカのっけシリーズなんですけど、1パックね、だいたい具材だけオクラとイカで1個ね、80g ぐらいあるらしいんですよ。で、1升お米使ってるんで、多分ね、具材だけでも5キロで、納豆とか卵とか醤油とか加えると、まあもうちょっとね、重量は上がるとは思うんですけど、全然ね、そんな感じしないんですよ。やっぱスルスルといけるんで、重くない。食べやすい。というか、そうか、カップラーメン食ってんだ。ビールとカップラーメン合わせたら6キロいってますね。うまかったー。ごちそうさまでした。はい、ということでね、ただいま綺麗に完食いたしました。冷凍なんですけど、イカもすごい甘くてねっとりとしてて、もう美味しいものでしたし、何よりもね、こうユッケとかその小辛っていう、その食べたことない味付けのイカね、これがまたうまかった。こういうね、ネバッとトロッとした系統、まあ納豆かけご飯とか卵かけご飯とか、まあこういったものって結構朝にね、忙しい時にそれでいいやで食べると思うんですけど、やっぱこれだけ美味しいと、それでじゃなくてこれがいいやになると思います。もう冷凍のものなんで、好きな時に解凍して好きなだけ食べれますんで、ぜひ皆さんもお気になった方は購入してみてはいかがでしょうか。購入ページの方は概要欄の方に記載がございますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。